とは、所得税における所得の区分の一つであって、資産の譲渡による所得をいう。一時所得と同様、臨時所得の一つである。資産の譲渡による所得が全て譲渡所得となるわけではなく、以下に掲げる所得は、譲渡所得に含まれない。金銭債権の譲渡による所得についても、譲渡所得には該当しないが、事業所得または雑所得に該当する。 生活用動産の譲渡による所得は原則として非課税とされる。譲渡所得は譲渡した資産の種類と所有期間によって以下の通り分類される。一定の譲渡所得が分離課税の対象とされている理由は、譲渡所得が形状的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能である。ことから、損益通算による租税回避に用いられやすいことにある。 この点で、退職所得が、単税力等を考慮して、申告分離課税とされているのとは異なる。上都駅イコール短期上都所得の、総収入金額長期上都所得の、総収入金額。上都所得の金額イコール上都駅特別控除額。上都所得は総合課税である。課税対象の額が、他の所得と合算され、総所得金額へ集計される。ただし、 総所得金額を求めるときに合計する。所得金額は短期上と所得の金額は全額だが、長期上と所得の金額は半額。特別控除額は短期上との方を優先して適用する。赤字の場合は一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる。課税上と所得金額イコール収入金額特別、控除額上と所得は申告分離課税である。 税率は、所有期間が5年以下の場合は、所得税30.63%、住民税9%、所有期間が5年超の場合は、所得税15.315% 15、住民税5%。土地、建物の特別控除額は、以下の通り、該当しなければ0円。株式等を売買した際は、譲渡所得、雑所得、 事業所得のどれかになるが、このどれであっても、株式等にかかる上都所得等として、所得税15.315% 15、住民税5%の申告分離課税になる。株式等には、株式のほか投資信託や公社債など様々な金融商品が含まれるが、デリバティブ取引や仮想通貨は含まれない。デリバティブ取引は、 先物取引にかかる雑所得等の課税の特例で扱い、詳細は雑所得を参照。株式等は上場株式等と一般株式等に分かれ、上場株式等の定義に含まれない、株式等が一般株式等に該当する。それぞれ上場株式等にかかる上都所得等と一般株式等にかかる上都所得等に分けて、申告分離課税を行う。 損失については、上場株式等に限り、上場株式等の配当等との通算ができ、確定申告を行えば3年間の繰り越し控除ができる。日本の証券会社で特定口座で厳選徴収ありにした場合は、これらの税の支払いは、証券会社が言ってくれる。合計所得金額が十八万円以下であれば、配偶者控除が受けられるが、源泉徴収ありで、 確定申告しなかった場合は、その所得を合計所得金額に含めないという特例がある。先決済のデリバティブ取引は、先物取引にかかる雑所得等で扱われるが、信用取引は、先決済でも、株式等にかかる上渡所得等で扱われる。そのため、信用取引の先決済による株式の取引は、株式等であるが、ほぼ同じようなものである。 先物取引にかかる,る雑所得等になる。先物取引にかかる雑所得等では外国市場取引や外国証券会社は特例の対象外としているが株式等にかかる上渡所得等では株式等には外国の株式や債券も含んでいる。日本円に換算して税の計算を行う。ありがとうございます。